時は来た。戦の幕が切って落とされる。その名も銀魂絵心対決。ゲームスタートをして、ああごめんごめんごめん、これか。絵心クイズ。あ、俺が書くんだ。ああ、はぁ、はちょっと待て、お前ちょっと待って、むずすぎるぞおい、このお題。ちょっと待てなんだこれいやちょっと待て、むず、いやいやいや、頑張れって。それはちょっと見てみれば、ちょっと待て、むずすぎんか。これを俺が当ててくわけだな。ちょっと待って、リスナーも一緒に考えようぜ。じゃあむずすぎないか。え、これ何、今書いてんだよ。頑張って、トリマー。お前すげえな。え、マジで当たったの。え、お前すごくね嘘だろ、今のでわかんの。いや、くさ、なんで今のでわかんのお前。お前す、俺天才だからね。天才のそれじゃねえか、プロじゃん、もうもはやプロすぎん。え、何これ。あー、わ、え、あ、違うの。え、合ってる合ってる合ってる。あれ、あ、え、これひらがなで回答しないといけない。ああ、ああ、ブーメラ。あ、うまい、うまいじゃん。いいね、いいじゃん、うまいじゃん、うまいじゃん、やるね。待って、俺へのお題がむずすぎるってマジでなあ、なに、なに、待って、俺へのお題おかしくないマジで。ちょっと待って待って、ど、あ、あ、そうかな、俺へのあれだけなんか異常にレベルが高いんだけど。レベルは普通っていう難易度だから。カレー？え？あー、だから目玉焼き。わかるだろう、わかるだろうなあ、わかるだろう。ランプ違う、おい、バカがよ、ちげえだろうがよなんかランプの、え、カレーやろ、カレー、え、だからよ、おめ、なんでわかんねえんだ。レンゲ。え、なんで黄色いのそれ。わかんない、わかんない、なんでわかんないんだよ。え、なに、なにその黄色いの。え、なんか茶色くなった。いやな、わかるだろう、お前そこまでわかってんだったらよ。え、おい、なんで、違うのよ、バカお前、なんでそうなるんだよ。あ、ナン。そうそうそう。ナン食べんならお前米いらんやん。あ、そうか。あ、わかりづらかったな、でも確かに。うわ、これ難しいぞ。どうしようこれ。おお。これちょっとマウスで書くのむずいな。マウス書きむずいね。うん。おお。ああ。あ、まー、近い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 。ああ、でもなんかそんな感じだよね。これなんだ。ね、おっそ、すげえ、やるじゃんお前。お前マジで俺舐めちゃダメだよ。やるじゃんお前も、なかなかいいセンス持ってるよそれは。あ、これは簡単だわ。あ、ほんとほんと、これは簡単。き、え、なんか血吹き出してんだけど。え、なになになに、え、え、なに、いや、お前全然簡単じゃねえんだけど、なにこれ。はお前、あ、あ、そう、正解だよ。本当に血出てたんだ。でもお前指の数おかしくない。え、これ無理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 。いや、今のめっちゃ簡単だったわ、絵心満載だったな。これなんか
これね、これこういう感じ、マジでマジでこう、これいやさ、でんやろいやまあそうなんだけど、なんかまあさあ、ネイティブな横文字な、そうそうそう、おいお、横文字とかずるいぞ、言葉はなしだぞ。あー、分かった分かった、ごめん。ああお題がなんかな、ちょっと違うんだよな。まあでも普通に書けばいいか、ちょっと待ってよ。そうだよ、そうそうそう、普通にこれでこう丸。え、何何それ。お、なんか誰か入ってきた。誰か来た、誰か来た。多分これ終わったらあれなんちゃう、一緒にマッチングできる。え、何何鍋。何何何何で、わかんねんだよ。いや、怒んなよ、土方。焼肉だからな、だからこれとな、うん、焼肉じゃねえだろ、どう見てもよ、唐揚げ。なん、ちげえだろうが、どう見ても。あー、わかった、油淋鶏、油淋鶏。なんか誰か出てきた。それ何、脱ぎ捨てたパンツ。パンツを入れるの。え、どういうこと。今食べ物であることは確か。じゃあ言葉で、こえ、なんかすごいやばい。わかんねえよ、お前、これは。なんだこれ。いや、めちゃめちゃわかりやすいだろうがよ。だこ地獄みてねえだな、お前。ちげえ、だからここが分別されてんだよ、分別。分別されて、え？いや、ここだから右と左は別ってことだよ。あ、待って待って。しゃべしゃべ。お前は違うの？わかるだろうが、この感じ。いや、マジでわかんねえって。なんでわか、だからよ、だからこう増やしゃわかるか、増やしゃ。いやいや、多分それが、それがなんかわかってねえもん。わかっ、この唐揚げ定食。ここに、こうつけるやつ、つけるやつ、つけるやつがあって、白でこう、つけるやつがあって、キャベツがあって、キャベツとかがあって、キャベツって言っちゃったよ、その。ああ言っちゃった。なんかこうナチョス。おい、だからこっち右の A を参考にしろ、右の A を。右の A が何それ。 A じゃねえもんだって。それ A じゃねえもんだって。あ、わかったわかった、カキ。え、なんでだよ、だからこわかんねえ。うんこ。どう見てもカキフライだろうがよ。え、カキでいいじゃん、当たったじゃん。でもカキフライには見えなかったよ。いや、どう見てもカキフライだったよ、今のは。まあ、これ2人でやってもさ、決着つかないけん、これでさ、今リスナーさんが3人入ってきてくれたから、これでやろうよ。ええ、じゃあこれで誰が一番、俺とピマナツであれしようよ、どっちが高いか、ね、推薦しといた。あ、オッケーオッケーオッケー。もちろんリスナーとも戦うみたいな感じ、ね、リスナーとも決戦しつつ、俺と暇夏でも接戦でいくというか、